はい、ユーフレット公式動画チャンネルをご覧の皆さん、今回は番外編ということで、米津玄師さんの最近の楽曲砂の惑星のイントロをやりたいと思います。この楽曲はですね、LR でギターが鳴ってるんですけど、カッティングっぽいものだったり単音のリフっぽいものだったりで、意外に真ん中のピアノの旋律というのがメロディーっぽく耳に残ると思います。なので少し、フレーズ的に無理が出てくるかもしれないんですけど、その一番目立つ真ん中のピアノのフレーズを今日はギターで弾くやり方というのを紹介したいと思います。今僕はエレキ持ってるんですけど、アコースティックギターでも問題ないようなアレンジなので、ぜひ挑戦してみてください。まず最初が4弦の8フレット、コークスリービーがいいですね。ここは最初の音です。次が3弦2弦の6フレット、ダーダーダーダウンダウンアップで弾きます。でまたダウンアップで4弦の8フレット、2弦3弦の6フレット、ドーダダルダドーダダルダで、次が5弦の8フレットアップで弾きます。でそのまま、アップでまた3弦2弦の6フレット弾きます。続けてやるとドーダダルダドーダダルダで、移動して2弦の4フレット、これアップピッキングですね。3弦の6フレットをダウン、で3弦の5フレットアップで、4弦の6フレットダウン、ここまでで一塊ですね。ダーダダダダ、はい、じゃあ次の塊、2塊目ですね。その2塊で成り立っているので1つずつ覚えてください。2つ目がここまでは一緒です。で今度は高い方に移動します。3弦の10フレット、まあ、ダウンからですね、2弦の11フレット、2弦の9フレット、3弦の11フレット、3弦の10フレットで戻ってくる。なのでこのダダダっていう一塊で覚えてください。2つを続けてやると、という感じになります。はい、それじゃあシンプルなオケを作ってみたので、それに合わせて演奏したいと思います。というような感じになります。フィンガリングだったり、ピッキングはちょっと難しいんですけど、その分いい練習になり、かっこいいフレーズなので、ぜひ練習してみてください。ちなみにですね、今ギター側の歪み具合というのは、ボリュームマックスまですると結構歪んでます。これは僕は手元のボリュームの方で4ぐらいまで落とします。そうするとこれ結構いい感じのクランチになるので、アンプの方の設定は割と歪ませている状態で、手元のボリュームの方で絞ってみた方がいいかもしれないです。ぜひ挑戦してみてください。